月の、7日の午後です。まあ、引き続き、まあ、股間を、まあ、引き続き股間を、まあ、貼っていきましょうかね。はい。まあ、あと、で、股間を貼り終わったら、ちょっとここをね、どうしてもこのペチャンってこっちに行かないようにちょっとここを埋めてセメントで埋めて、ちょっと補強をします。まあ、全部筋交いを入れていくと思いますので、パイプはね、まあ、そんなのでちょっとまだこれ貼っていきましょう。はい、今回の動画でようやくですね、トタンを打ち終わる動画になりますので、まだこの時はね、足をそんな止めてなかったんで、ボタンの足がまだちょっと軽かった状態ですね。なので、そこら辺をちょっと考慮して、やらないとダメかなっていう状態です、この時は。はい。でも、まあ、あとは、ボタンが打ち終わっちゃってるので、まあ、ここまで行けばかなり早かったっていう気はしますね。で、今まで、なかなか頑張ってきた甲斐があったなっていう感じです。あとはもうちょいね、トタンの間隔は狭くてよかったかもしれないですね。40センチぐらいでよかったのかなっていう感じですね。トタン1枚の横幅いっぱいに幅を取っちゃったんですよ。確か60センチだったと思いますね。なのでもうちょいと間にもう一本足りてもケチんなければ入れてもよかったんですけど、でも今じゃちょっと広いかなっていう感じですね。そのちょっと広すぎる感じが今もするので、今となっては、まあ、ちょっと無理やりボタンに釘が打てるように真ん中に棒を入れてますけど、もう一本真ん中にタルキ入れて強度を出してもよかったのかもしれません。はい。で、あとはもう適当にタルキを20センチぐらいの間隔でバーって敷いて、その下に根田みたいな感じで根田を支えるもう一本のタルキを下から打ってあげてもよかったかなっていう感じですけど、でもそうすると無駄にタルキとクランクを使っちゃうんで、で、これの後に、単管を垂直に2本入れて、まあ、単管で支えてあげるような感じにしたいかなと思いました。でもそうすると、雪の重さっていうのをもろに、あれですね、下の単管1本で支えるようになっちゃうんで、それでもこれもどうなのかなっていう感じでした。で、ここ考えるんだったら、まあ、このように下ろしてあげないとダメだなっていう感じです。で、今年に限っては、ちゃんと雪下ろしはこれと思うんですよね。で、スキー場でバイト行くんですけど、12月からですね。で、まあ、今年はさすがにコロナの効果で、スキー場はバレてるんですよね。結構潰れたし。でなんで、寒暖期ですね、お正月が明けてから、春休みまでは、まあ、週4営業をやるところが多いので、まあ、その時に連携バトルめくとって、まあ、来ようかなという感じにしています。まあ、それであれば、この程度の強度でもいいのかなという感じです。で、最悪、軽くが降りても、この、単管のここで残ってればいいのかなって感じです。やりません。なので、もう一本単管を垂直、タルキに対して垂直に敷いてあげて、それをちょっと持ち上げる感じにして、そのタルキクランプで固定にしてあげればよかったなっていう感じですね。よし、完成だよ。はい、トタン屋根完成です。はい、まあ、一応これで
完成です。トタンの屋根だけは、あとは、ちょっとまだこのこれが隣工場の方に倒れないように2本ぐらい埋めてセメントで固めて、頑丈なものを作って、まあ、自在で2本支柱を立てようと思います。いやー長かった。であとは補強ですかね、筋貝を入れて片付けですね。であとはちょ今日はエッチラオッチラ、木材を切ってそれなりに燃やそうかと思います。で今日は終わりです。バイバイ。これでとうとうですね、カーポート完成しました。もう一息ですよね。本当にありがたいことですよね。だからまあこれでですね、一旦の一つはつきました。でおそらくこの動画上がる頃にはもう20日過ぎてるんで、プレイオープン終わってますね。まあ来年もうちょい頑張ってきます。バイバイ。